おはようございます。シンタソです。今片野市、JR のね、川内岩筆駅のロータリーに来ております。はい、NMAX でちょっとね、遠出をしようかなと思ってるんですが、ちょっと寝坊してしまいまして、これから出発という感じになるんですが、今から行く先については走りながらお話ししようかなと思います。じゃあ行きましょうかね。よいしょ。もうここナビに入れてるんですけどね、目的地まで222キロ、遠いな。大丈夫かな。現在の時刻6時過ぎです。6時過ぎなんですけれども、およそ200メートル先、左方向です。およそ300メートルで右方向です。まあよく736号線に入ります。この先左方向です。はい、ツーリングサポーターをね、久しぶりに入れまして、赤点滅なんで一旦停止の左折ですね。よし、よいしょ。で、踏切を越えます。よいしょ。というのもね、もう長いな。右方向です。そう、初めて行く場所なんですよね。右方向です。吉崎ごぼう、右方向です。はい、右方向です。はい、福井県あわら市と石川県のあれ、加賀温泉町になるのかな、の県境にあります吉崎ごぼう、こちらに向かって走っております。はい、あと220キロほどございます。はい、到着予定時間が11時過ぎということで、まあね、5時間ほどかかるという感じでございます。はい、まあ5時間ね、往復多分500キロ近くになるのかなと思います。はい、本当はね、あと1時間前に出たかったんですよね。はい、寝坊しました。およそ500メートル先、向かい谷、右方向です。はい、これでね、1号線のバイパスから京都市内を抜けて、鯖街道、そして越前海岸という感じで走っていこうと思ってます。およそ200メートル先、右方向です。その先5キロ以上道なりです。右方向です。でね、なんていうのかな、京都市内がね、よく道分かってないんで、で、ツーリングサポーターをね、仕込んでる感じです。はい、で、久しぶりにツーリングサポーター使ってるので、リセット、設定がね、ちょっとリセットされてて、結構細かいね、案内が入っちゃってますね。はい、まあまあ、そんなこんなで、あれなんですけども、頑張っていきたいと思います。では一路、京都市内を抜けます。はい。はい、京都市内までやってきました。JR 京都駅八条口の手前、八条油小路交差点ですね。これ堀川通りを僕ずっと行きたいんですけど、このツーリングサポーターさんね、やたらとね、河原町通りを行かせようとする。いやいやいや、河原町通りはね、用事がない限り走らんでしょう。あんな交通量の多いところ。いや。なので、ここはこの、堀川通りをね、ここから走っていこうというふうに思ってます。いや、もうこのね、まあ、僕、京都市内縦に走るとき、まあ南北にね、通過するときって、大体、近鉄、ビスタッカーですね。
そう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 、この堀川通りもうか、あとはまあ東山通りかな。ね、あの平安神宮さんの、あ、平安神宮じゃない、八坂さんのところね、がすごい混むんですけど、まあそれ以外はね比較的流れてることが多いので、東山通りを通ることもあるんですけど、基本的にやっぱり南北走るときはもうこの堀川通り一択ですね。はい、これがね、西本願寺ですね、左手ね。はい、西本願寺。いやーしかしでかいな。そうそう、これね寺内なんですよね。ほら門がねこっち側にありますから。そうそう。そうなんですよ。よいしょ。ね、お寺をね避けるように道路が走ってるっていうのね。はい。そうそう。まあこれでも寺内なんですよね。さっきの門がね、お寺の門ですから。そんなところにね、ドンとありますけど。いや。本当はね、これ6時台、6時回るまでにね、本当ここ通過したかった。5時台と6時台とで、まあ、5時台と6時台行こうか。信号のね、制御システムっていうのはちょっと変わるような気がするんですよ。気がする。うん。なんとなくね。うん。というのも、やっぱりなんていうのかな。まあ、スピードを抑制させようとするところが多いんですよね。うん、どうしてもね。そうそう、なのでね、すごくね、信号に引っかかりやすい。特に市街地は。なのでね、嫌なんですよ。ね、これね、このまま堀川通りを北大路まで、上がって、そこからね、出町柳の方へ入っていくような感じです。よいしょ。はい、川端通りまで出てきました。鴨川です。桜がまだちょっと残ってますね。よし。さあここからね、大原を抜け鯖街道の方にね入っていくという感じです。月まで40キロほどか。ここはもう終わりかけやけど、桜綺麗な、素晴らしいね。およそ2キロ先、花園橋右方向です。八重桜が見事やな、あのスポーツセンターのところ。見頃は過ぎたとはいえ、まだ桜が見れるね。よいよい。寒っ。失敗したかな。京都市内で温まってたから、この山越えは寒いな。着てくる服を間違えたか。
道の駅、里の駅大原ちょっと寄ってみよう。新しいルートで案内します。およそ200メートル先、右方向です。朝市とかやってんのか。その先、およそ1キロで右方向です。トイレ行けるかな。よいしょ。